今回でいう正解ってどこに着地を持っていこうかなっていうところ。いや多分本当にどれもどこのブランドのデニムも今はもうどこも変わんないじゃないですか。まあかっこいいってこともそうだし、あとは実績で選んでる人たちもいるし、ここがやっぱすごかったっていうやっぱりあのブランドさんもたくさんあったし、ね、あのもう先駆者たちがもう作り上げたデニムのこの世界だから、うん、やっぱりその先駆者の人たちのデニムが未だにやっぱ一番だろうっていう人ももちろんいるんだけど、うんうんうん、もう何より今回のやつはもう一からバラして作るっていうその男気以外何もないんですよ、まあ、そうですね。そう正解っていうものじゃなくて、うんうん、一番本当にやらなきゃいけなかったことこれしかねえっていう。いや、もう分かんないです。地元でなんか介護士をやったんですね。そうなの。あ、もともと介護士ですよ僕。へー、地元。はい、地元で。あー、すげーな。でもなんかそこで今もともとでも壁写真好きで、なんかおじいちゃんおばあちゃん撮ってこう喜んでもらうの嬉しくて写真学校行って、でそこから上京されてる。こっちの方がカレンダーでギギギギギって言ってたの。ひどいな。お願いします。いいですか。もうはい、お願いします。なんかすげえな、やっぱ二度目やっても心に穴が開くやつ結構きます。いや、これちょっと切ってみる。いや、大丈夫です。絶対嫌っす。なんかすごい悪いことしてる気分になる。いいっすか。ああ、千代の富士が。はい、じゃあ、2本こうやってクラッシャー